こんばんは。配信を見てくださってる方々ありがとうございます。こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。昨日は通知がね、繋がってなかったみたいで申し訳ございませんでした。しかもJC になっちゃってたままだったので、分からなかった方もいらっしゃったと思われます。すみませんでした。石川さんこんばんは。班長さんこんばんは。こんばんは。ラーメンおじさんこんばんは。風船100個もありがとうございます。ドブロックさんこんばんは。キセル隊長さんこんばんは。皆さんこんばんは。見てくださってありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。と、山盛りソンさんかな、こんばんは。岡山市さんこんばんは。かやさんこんばんは。イケケンさんこんばんは。いつもありがとうございます。月曜日でしたね。月曜日でしたね。どうでしたでしょうか、月曜日。皆さん相当お疲れだと思われます。寒いしね。寒い時はなんか心臓から震えてる感じがするけど、よし、では早速行きたいと思います。ではオリジナル曲からいきます。自分次第でした。聞いてくださってありがとうございました。こんばんは。見てくださってる方々ありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。よし、皆さんお気づきでしょうか。ピッチが良くなったよ。やっとそう、一回電池を間違えて、サイズを間違えて、で今日やっと正しいものを変えました。そしてピッチがあって、すっきり弾けますね。よし、25日から試験ある。ドブロックさん試験ある、お疲れ様です。前日しっかり寝て、体調管理してね、しっかり寝て R1 を前日に飲んでね、頑張ってください。前日はしっかり寝ることが大事だ。よし、緊張した時は深呼吸をするのが一番です。なんかいい呼吸法あったんだけど忘れちゃったな。また思い出したら言いますね。
では、早速歌っていきたいと思います。モップさんのリクエストからいきます。モップさん、あ、ちょうどそう、電池のサイズ間違えちゃったんですよ。そう、あ、違う、合わないって思って、はめても全然つかないから、あ、間違えちゃったってなって、今日やっと買いました。よし、では早速モップさんのリクエストでフェイバーオブライフ、宇多田ヒカルさんのやっていきたいと思います。リクエストありがとうございます。ちょっと低いとこと高いところが出にくくてちょっとあーってなっちゃう時もあるかもしれませんが、温かく聞いててくださるとありがたいです。いきます。 1,2,3 はい、あ、 1,2,3 はい、ありがとうと君に言われるとなんだか切ない、さようならの後も溶けぬ魔法、淡くほろ苦い The Flavor of Life The Flavor of Life 友達でも恋人でもない中間地点で、ない収穫の日を夢見てる、青いフルーツ、あと一歩が踏み出せないせいで、へえほー、じれたいのなんのってベイベー、はい、ありがとうと君に言われない、さようならの後も溶けぬ魔法、淡くほろ苦い The Flavor of Life、 ごめんなさい、 The Flavor of Life、 はい、ありがとうございました。ごめんなさい、ごめんなさい、たくさん間違えちゃいました、すみません、ごめんなさい、修行します。ねえねえ、モップさんリクエストありがとうございました。ちょっとあの ご期待というか、その相当するようなそのお答えではなかったと思いますが、すみません、リクエストありがとうございました。宇多田ヒカルさんのフェイバーオブライフでした、ありがとうございました。次、チャンプさんリクエストありがとうございます。チェリーさんのスピッツいきます、ありがとうございます。こんばんは、見てくださってる方々ありがとうございます、ありがとうございます。いつも見てくださってる方々ありがとうございます。こんばんは、今日初めて見てくださった方々ありがとうございます。モカカと言います。 YouTube、Twitter、Instagram などなどやっておりますので、ぜひ、ちょっとでも気になってくださったらフォローしてくださると嬉しいです。こんばんは。ではチャンプさんのリクエストでスピッツさんのチェリーいきます。リクエストありがとうございます。よし、まずそもそも読めなくてすみません、なんて読むのかな、よし、ちょっと知らないな、ごめんなさい、また終わったら聞いてみます、聞いてみます。ありがとうございます。では
さんのチェリーいきます。これは OK。 お待たせしました、チャンプさん、見てくださってたらありがとうございます。ではいきます、1、2、3、はい。君を忘れない、曲がりくねった道を行く、生まれたての太陽と夢を渡る広い砂、二度と戻れない、くすぐり合って転げた日、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びも潰れるほど抱きしめて。はい、ありがとうございました。チャンプさんリクエストありがとうございました。スピッツさんのチェリーでした、ありがとうございました。夏ね、いい曲ね、あ、いい曲よね。ね、チャンプさんリクエストありがとうございました。見てくださってたらありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、間に合った、よかった、昨日通知来なかった方々すみません、あのツイッターと連携させてなくて、しかも JC ってなってましてすみません、来てくださってありがとうございます。こんばんは、すみません、あのお一人お一人にこんばんは言いたいのですが、あのまとめて言わせていただきます、すみません、ご理解とご協力よろしくお願いします。こんばんは、見てくださってありがとうございます。よし、ではあと時間もね少ないので、最後どんちゃんさんいらっしゃいますね、リクエストありがとうございます。ミスターチルドレンさんの花火いきたいと思います。よし、こんばんはこんばんはの言い方が可愛い、なんか独特独特ってよく言われるんですけど、すごく嬉しいです。そう、プラス思考に考えようありがとうございます。ではどんちゃんさんリクエストありがとうございます。お待たせしました、いきます。ではどんちゃんさんリクエストありがとうございます。ミスターチルドレンさんの花火いきます。はい、いっす、あい、いっ、せーの、れ。どれくらいの値打ちがあるだろう、僕が今生きてるこの世界に全てが無意味だって思える、ちょっと疲れて捨てたもんと引き換えにして、切り捨てたいくつもの輝き、いちいち憂いてれるほど平和な世の中じゃないし、一体どんな理想を描いたらいい、どんな希望を抱き進んだらいい、答えようもない、その問いかけは日常に掘られてく、君がいたらなんて言うかな、くらいと茶化して笑うのかな、その柔らかな笑顔に触れて僕の
が吹き飛んだらいいのに、決して捕まえることのできない花火のような光だとしたって、もう一回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 、僕はこの手を伸ばしたい。誰も皆悲しみを抱いてる、だけど素敵な明日を願っている。臆病風に吹かれて波見風が立った世界を、どれだけ愛することができるだろう。はい、ありがとうございました。どんちゃんさん、リクエストありがとうございました。ミスターチルドレンさんの花火でした。ありがとうございました。ちょうど、ね、花火の花火ありがとうございます。どんちゃんさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、では15分過ぎましたので終わりたいと思います。皆さん今日も一日お疲れ様でした。週明けお疲れ様でした。また明日からも頑張っていきます頑張っていきましょう。だとなんか上から目線だから、いきますいきます、なんか自分だけだな、頑張ろう。おうよし、では終わりたいと思います。温かいコメント、嬉しいコメントたくさんありがとうございますね。いつも配信後にね、ニコニコしながらニヤニヤしながら読ませていただいております。ありがとうございます。たくさんのプレゼントもいつもありがとうございます。ではゆっくりしっかり寝てくださいね。おやすみ。